すべての動画を無料で見たい方は公式 LINE へ登録。法人研修はユースフルフォービジネスで検索。皆さんこんにちは、ユースフルのアッキーです。本日のテーマは日付と住所、分数などの特殊文字の入力方法についてです。皆さんは日付を入力するときに毎回手で入力をして文章を開くたびに更新するのが大変だなと思ったことはありませんか？住所を毎回手打ちするのも結構大変ですよね。この動画を見ると日付や住所を簡単に入力する方法がわかります。また分数や関数などの特殊文字を入力方法がわからないという方もですね、こちらをご覧いただければ解決いたしますので、ぜひ最後までご覧いただけたら嬉しいです。我々ユースフルチャンネルでは、明日の働き方を変える感動体験をお届けするをテーマに、ビジネスの現場に役立つ知識を発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速今日のテーマに移っていきましょう。それでは本日もワークシートを見ながらご説明していきます。まずは日付の入力方法です。日付は挿入タブの日付と時刻というところを選んで日本語を選びます。その後にカレンダーの種類を和暦か西暦かを選んであげて、お好みの表示形式を選択します。日付をファイルが開くたびに自動更新させたい場合には、自動的に更新するにチェック、本日の日付から特に変更しなくていいよという場合は、この自動的に更新するのチェックを外してあげて OK を押してあげます。そうするとこのように日付が入りましたね。もちろんこの方法でもいいんですが、本日の日付を入力する方法は他にもあります。その方法は今日本語入力になっているところで令和と打って Enter を押します。でもう一度 Enter を押してあげると、このように本日の日付が入りました。これ実はですね、2023年でも同じことができまして、エンターを押してもう一度エンターを押してあげると日付が簡単に入りました。さらに簡単に日付を入力するショートカットキーがあります。キーボードの Alt Shift D を一緒に押しましょう。そうするとこのように日付を一瞬で入力ができました。同様に今度は Alt Shift T を一緒に押しましょう。今度は時刻を入力することができました。今入力したこの日付や時刻の表示形式を変更するためには、挿入タブの日付と時刻のところから表示形式を変更して、よく使うものをですね、このように日付と時刻の表示形式の中から選んでいただいて、そして規定に設定を押しましょう。そして英語の規定の日付形式をこちらに変更しますかっていうところ、はいを押してあげます。そして OK を押して閉じてあげましょう。そうすれば今度から Alt Shift D で入力すると、先ほど規定に設定した形式で入力されるようになります。これ便利なのでぜひ押さえておきましょう。続いて住所の入力方法なんですけれども、皆さんは普段住所を入力するときにこんな感じで、青森県、っていう感じでですね、結構入力するのは漢字がね大変だったりすると思うんですけれども、郵便番号で入力するのご存知でしたか？日本語入力モードでハイフン付きで郵便番号を打ってあげます。例えばこんな感じで打ってあげて、変換をしてあげると、なんとこんな感じで簡単に住所が表示されるんです。これすごい便利ですよね。続いて記号の入力方法なんですが、簡単な記号に関しては読みを打って変換をしてあげるだけでこんな風に出るんですけれども、複雑な記号や分数や関数などについては挿入タブの記号と特殊文字のところから入力をしましょう。記号と特殊文字のところを選んであげて、その他の記号というのを押してあげると、このようにたくさん記号が出てきましたので、設定したい記号を選んだら挿入を押してあげると、このように文章中に入力することができました。またですね、理科系の論文や文章を書かれる方は、分数とか関数ってどういうふうに入力したらいいのと思うと思うんですね。やり方としては、この数式のところから新しい数式の挿入というのを選んであげると、このように数式タブが現れます。
そしたらこの記号のところから選ぶこともできますし、あとは分数を入力したいなという時はこのように分数のところから形を選んであげて、入力したいところをマウスでクリックして数字を入力してあげたら、枠の外側をクリックしてあげるとこのように分数が入力できました。まあ、同様にですね、こんな感じで数式のところからルートとかをね、入力してみたいと思うんですけれども、こんな感じでルートを入力することもできますので、ぜひ覚えておきましょう。続いて CO2 などのこの2の文字を下の方に小さく表示させる方法についてご説明します。ホームタブの下付き文字を使いましょう。そうするとこのように小さくなりましたね。続いて3の2乗のように今度は2を上に小さく表示させたいときには、この2を選択して上付き文字を押しましょう。そうすると2を小さく表示させることができました。理科や数学などの文章を作成される方はですね、こちらの機能もぜひ押さえておきましょう。本日はこれで以上ですね。それでは本日のまとめです。本日は日付と住所、そして特殊文字の入力方法についてご紹介しました。日付は挿入タブの日付と時刻からも入力ができますが、令和でエンター2回、2023年と打ってエンター2回でも本日の日付を入力することができました。またショートカットキーの Alt Shift D で日付の入力、また Alt Shift T で時刻の入力ができましたね。また住所に関しては日本語入力モードでハイフン付きの郵便番号を打ってあげると変換で住所が一発で入力できます。最後に分数や関数などの記号については挿入タブの記号と特殊文字の数式のところから入力してあげましょう。最後に CO2 やもしくは3の2乗などの下付き上付き文字についてはホームタブのコマンドのところから調整ができましたね。ぜひこれらもしっかり押さえておきましょう。それでは本日も動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。